浅井豊氏は、日本の政治家。第35代愛知県豊橋市長。元愛知県議会議員。愛知県豊橋市出身。豊橋市立岩田小学校。豊橋市立豊岡中学校。愛知県立豊橋南高等学校卒業。早稲田大学政治経済学部に進学。大学在学中は有弁会に所属した。1987年3月。 同大学卒業。同年4月、東東東機器に就職。1990年に退職式教。同年から2006年まで、浅井建築事務所に勤務。1999年と2003年の愛知県議会議員選挙に無所属で立候補するが、いずれも落選。2007年の県議選に民主党公認で立候補し初当選。その後民進党を経て、 国民民主党に所属するも2019年の県議選では無所属で立候補し4期目の当選を果たす。2020年3月26日、任期満了に伴う市長選挙に立候補することを表明。同年11月8日に執行された豊橋市長選挙に連合愛知の推薦、日本共産党の自主支援などを受けて立候補。 立憲民主党所属衆議院議員の関健一郎や、旧民主系の市議、豊橋商工会議所の神の五郎回答らの支援も受け、現職の佐原光一らを大差で破り初当選した。11月17日に市長に就任。当日有権者数29万7830人、最終投票率43.14%。ありがとうございます。